出張して芝居役者の顔に化粧をする専門職を顔師という。松本浩さんは松本談笑一門の顔師。2007年に亡くなった松本談笑氏は父にあたる。東京から帰ってきて何もすることなくって、その時に父がやってみんかっていう話で、ちょうどいなかったもんですから顔師という職業の人が少なくって、でやってるうちに面白くなって、うちの父の横で忙しい時にいろいろそこで教えてもらったり、うち行って化粧の性質とかいろいろ聞いたり、その役にはこういうふうにやるとか、そういうものを聞いてやってきましたけど。松本さんは画家松本浩という別の顔も持つ。違いは片方はキャンバスで、片方は本当の 生身の人間やで、荒っぽいことはできないです絵の具の顔料とかいろいろ筆も全然違いますし、ただ1年に一遍みんなやるわけですよね、それぞれの地区で。その時にやっぱり一生懸命描いていい顔を残したいという気持ちが徐々に出てきて、簡単には言い表せないけど、ただ面白いってことは面白いです。松本さんの一門は総出で海外公演を行うほどの歌舞伎一家だが、岐阜県の地芝居事情について伺うと意外な答えが返ってきた。いや、そこまで考えたことないし、呼ばれていい顔作ろうと思ってそれだけのことで、あとはそんなに大した考えは持ってないです。一応今息子がやってますんで、だいぶ覚えてきたけど、あとはその子に託していくだけです。別に欲は持ってなさい。話が後継ぎの息子さんに及んだところでようやく笑みがこぼれた。できる限りやりたいんだけど、そうもいかんような問題もあるし、体力的に長く見て80ぐらいだと息子にもいろいろ教えられてやるんじゃないかと、あと10年口下手だが作り上げた顔がものを言う。古希を迎え円熟味を増した松本浩さんの筆が岐阜県の地芝居を支えている。